ネグエントロピーは生命などの系がエントロピーの増大の法則に逆らうようにエントロピーの低い状態が保たれていることを指す用語である。単にエントロピーを減少させる物理量という意味でも使われる。エントロピーは熱力学や統計力学における乱雑さを表す物理量のこと。統温化逆的な変化で ある物質系が熱量を吸収したとき、エントロピーの増加は、吸収熱量を温度で割った値に等しい。熱の出入りがない系では、熱力学の第二法則により、内部変化は常に、エントロピーが増大する方向に起こる。もし生命が系として孤立しているとすると、エントロピーは限りなく増大し、反対にエントロピーが下がること、つまり、 生命のシステムが秩序化されていくことは不可能である。生命は環境に対して開かれており、呼吸などの代謝を通して環境にエントロピーを排出することで、その保障により自己の低エントロピーを保つことができる。このような作用がネゲントロピーである。これによって生命は自己組織化され、三逸構造を維持することが可能となる。 ネグエントロピー単体の存在は否定されたが、疲弊後継の学問の発展に寄与した。1943年に、エルヴィン・シュレーディンガーが、著書、ホワット・イズ・ライフで、ネガティブ・エントロピーという言葉によりその概念を提唱した。その後、レオン・ブリル・アンにより、短縮後、ニージ・ェントロピーという表現が用いられ、定着した。エントロピーは日常生活から宇宙に至るまで、 考察され、ネゲントロピー理論も、また多分野にわたって考察されている。ありがとうございます。